お世話になります。一人でございます。先日私は別の動画でダイヤモンドパールの謎の場所さんのダークライはポケモンホームに送れるのかという検証をして結果として送れませんでした。ただその動画にたくさんの方からコメントをいただき、どうやらダイヤモンドでレベル50にすればポケモンホームに送れるという情報をいただきました。ネットでも調べたところ正しそうで、理屈としてはダークライはレベル50で配信されたポケモンなので、その状態であれば正規のポケモンと認識されてポケモンバンクも通過するという理屈です。ダイヤモンドで育てなくてはならないのはどうやら当時配信ポケモンは全てダイヤモンド出身と設定されていたからみたいです。なのでパールでは送れず、ダイヤモンドでレベル50以上まで育てたダークライなら送れるという仕組みでございます。ということで今回はこの情報をもとに改めて謎の場所さんダークライはポケモンホームに送れるのか検証していきたいと思います。まずは謎の場所でダークライを普通に捕まえていきます。はい、じゃあまずはやる前にとりあえずねレポート書いておいた方がいいと思いますので、レポート書いておきましょう。ダークライはバグを使っても一度しか捕まえられないんで、私はねもうすでに捕まえていたんで、ポケモンリーグまでねまた最初からやり直しましたね。すげえだるかったですけど、まあそんな感じですよ。はい、ここまで来たらこの手前で波乗りを使うというわけですね。はい、ここは余裕でいけちゃう。で一歩降りていく。でここ必ずリセットしないとダメですね、歩数計。いや危ねえ。そしたらまず東に200歩ですね。行きましょう。7891020北、下に256歩ですね。3456256来ましたと、西に63歩ですね。あぶねえ、ギリだ、危ねえ。63まで来ましたと。でここで探検セットを使っていきましょう。で使うと、はい OK 行こう。あ、行けましたと。でここでちょっと待って変なやつ起きちゃった。まだ初めてここに来たから、やばいこいつにちょっと待ってなんか変なイベント起きた。ちょっと初めて来たから怖っ、マジか、びっくりした。大丈夫かな。これで変なの起こったりしないかな。でこれで普通にそのまま地上へ出るってことですね。はい、ちゃんと来ましたって、ちゃんと来たっていう言い方もおかしいんだけど、はいこれ捕まえていきましょう。はい、ダークライどうもこんにちはと。はいどうも、かっこいいな。私はなぜここでレポートせずやったかと言いますと、私はマスターボール6個持ってますからね、バグで増やしたやつ。はい、ありがとう。余裕ですね。ダークライもマスターボールでかかれば1コロですね。はい、じゃあ戻りますと、次はダークライをレベル50以上までレベル上げしていきます。はい、じゃあやっていきたいんですが、情報によっては泥口とかの関係から不思議な飴でレベル上げしなくてはダメみたいな情報もありました。ただいろいろな情報を見ても、冒頭で挙げた遅れる理屈から考えても、多分ダークライはレベル50以上であればどのレベルでもよく、もっとレベルを高くすれば泥口とかは普通に入っていても正規のポケモンとしてあり得る状態なので、不思議な飴は使わなくても大丈夫かもしれません。ただ私は念のため不思議な飴を使っていきたいと思います。で不思議な飴については私も4個しかなくて、多分多くの人がそうだと思います。これはですねバグで増やしていきたいと思います。このバグは別の動画で解説しているので、詳細知りたい方はねそちらご覧いただければと思います。私はこのままねやっていきたいと思います、バグを。おっしゃ、14個揃ったぜ、不思議な飴。はい、じゃあレベル上げしていきましょう。先ほど増やしたこいつをねどんどん使っていきますよ。はい、50まで上げていきます。レベル41、もう1個上げていく。どんどんひたすらにこれやっていきましょう。はい、47。あ、影分子覚えたい。マジか。影分子は大丈夫でしょ、でも。まあ、技マシンで影分子とか覚えさせられるから多分別に覚えてても大丈夫だと思うんだけど、一応やめとこっか。諦めると。はい、48、49、50レベ。はい、なりました。不思議な飴で50レベ。一応、あと注意として冒頭でも言いましたが、一応ダイヤモンドでレベル50まで育てる必要があるみたいですね。ブラックなどに送ってからレベル50に育てたらダメっぽいので、そこはご注意ください。ここからはダイヤモンドからブラック、ブラックからポケモンバンク、ポケモンバンクからポケモンホームに送っていきます。はい、じゃあシフトファクトリーで例のやつですね。カムヒア、そこに立ちたまえ。例のやつですね。ミニゲームやっていきましょう。はい、 DS ダウンロードプレイをやっていきますと。ダウンロード開始。 OK 始まった。はい、じゃあやっていきましょう。やっぱりここはダークライちゃんと送れますね。すごいね。これはまあ安定してっていう感じですけど、ちゃんと送れるということでナイスですね。これは適当にあとは持っていきましょう。はい、ここはね余裕でダークライいけるっていうね、相変わらずのガバガバっぷり。はい、じゃあこれでミニゲームやっていきましょうと。まあここはダークライだけ捕まえればいいからね。オッケー、もう終わった。もう一瞬で終わったね。オオッケー、余裕ですね。半分以上余らせてクリアと。もうめっちゃうまくなったわ、これ何回もやってるから。はい、超安定の通過です。はい、オッケー、グレイト。一応ボックス見ときましょう。あ、はい、ちゃんと来ましたね。ダークライもう1体いるのはこれ以前のやつで、こいつちゃんと50レベルのやつ連れてきました。こいつを送っていきましょう。はい、じゃあここが一番の関門、ポケムーバー行きましょう。できるかな。ご注意、ボックスの中に転送できないポケモンが含まれています。やばいか。でももう一つのダークライの可能性もありますからね。中身に問題のあるポケモンがいますと転送できませんよ。以前のでダークライの可能性もありますから。あ、来た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 、よっしゃ、来てるよこれ。ダークライ来てるすげえ、マジかよ、すげえじゃんこれやばくね語彙力低下しすぎてるけど、ちゃんと来てる。以前のダークライは来てなかったけど、いや、すごいな、これマジで。ほんとガチでいけるんだ。とりあえずこれポケモンバンクには行けそうですね。あ、ちゃんと行った、転送しましたと。オッケー、やばいね、これは。はい、じゃあ、運命のポケバンクやっていきましょう。ポケモンバンクを使うと。このゲームソフトを使うと。はい、じゃあ、ここまで来まして、どうだろう。左。はい、ちゃんといる。ダークライ、やっぱちゃんといますね。これはすごいわ、やっぱり。すごすぎる本当に。はい、ここではい選択して、みんなちゃんと持っていけるかなっていう感じなんですけど、多分普通にいけますね、この通り。はい、レポート書いて終わりですと。はい、余裕のよっちゃんの親戚くらいに余裕で行きましたと。はい、じゃあポケモンバンクでポケモンホームへの引っ越し。はい、でこいつダークライやっぱいますね、ちゃんと。これで確定していきますと。はい、でパスワードを打っていきましょう。はい、引っ越し始めますと。はい、普通に遅れたっぽいですね、これで。オッケー、連れてくることができます。引っ越し準備が整ったポケモンが6匹いますと。オッケー、ボックスそのままで迎え入れていきましょう。ポケモンとソードと一応連携しましょうか。はいはい、じゃあどうかな、見ていきましょう。こっちの右側じゃない多分。はい、来てる、ちゃんと来てますね、ダークライ。やば、ガチで来てんじゃん本当に。すげえなこれ。ムックルとかもちゃんと来てますね、こいつらも。真面目な性格のナイトメアのレベル50の普通に OK ですね。まあ剣盾には連れていけないですね、まだこいつは解禁されてないので。これまあ遅れたのは良かったんですが、注意したいのは公式としては多分ね、これは非正規ポケモン扱いとなり、大会などで見つかったら参加権を剥奪される可能性もありますので、気になる人はね逃がしましょう。私も一応試したかっただけなので逃がしておきたいと思います。これではい、逃がすと。はい、それでダークライだけを逃がしますか。1匹だけ逃がす。ダークライ臆病でごめんよ、グッバイ。はい、ということで検証結果、謎の場所3ダークライはダイヤモンドでレベル50まで育てればポケモンホームまで送れるでした。私の以前の動画は完全に調査不足で検証不足と証明されましたね。以前の動画をご覧いただいた方、無駄な時間をすみませんでした。ただ今回検証して改めて思ったのは、相変わらずガバガバだね。締まりがいいのをよこせ。